はいどうもこんにちは、こんばんは。夏休みを楽しんでる人は高評価、どうもツルフィーです。ということで今回はなんですけど、僕ね前に確か、おっとなんか開いたんですけど、僕ね確か前になんかクリエイティブソードみたいな、なんか新武器みたいなのなんか YouTube ショートで出したと思うんですけど、なんとねそれがなんかもう実はもうあのフォートナイトのファイルの中にはもう追加されていて、それがね使えるクリエイティブのマップがねあるらしいということで、ちょっとね今回はそのマップに行ってクリエイティブソードをねちょっと使ってみたいなと思います。ということでやっていきましょう。さあということで早速ねやっていきたいと思います。あ、それはちょっとあのやる前にちょっと告知なんですけど、今日多分アップデートあると思うんで、そのアップデート待ち配信すると思うんで、皆さんねチャンネル登録と通知音、そしてまあおまけに高評価も押しといてね、まあ通知音にしとけばその配信来れるんで、ちょっとぜひねアップデート待ち配信来てください、お願いします。ということでまずマップのコードなんですけど、これねなんか最強の小技さんがねまあ紹介していたやつなんですけど、まあこれ言わないとね、最強の小技さんが紹介してたやつなみたいなこと言われちゃってね、多分僕はめちゃめちゃムカつくことなるんで、言っときます。はい、さあということでマップ読み込みたいと思います。さあとりあえず、あ読み込まれた、あほら小技だって作成者もう小技ってね、もうすごいの取れたね。さあじゃあ入りましょうか。とりあえず入って、おバグアイテム配布ってところで、とりあえず何これ、ゲームスタート押せばいいのかな、これゲームスタート押したら何これ、なんかハテナになってるかね、えこれどういうこと、アイテムがない、えおお来た来た、え何これ、えおーすげえ、何これ、ええすげえこれ、えおおおこれ壊れんのかな、あこれ殴って壊れないんだこれ、え殴って壊れないのこれ、あここじゃ建築はできないわ、えこっからも出んのかな、えこれこっからも出る系のやつですかこれは。さあちょっと開けてみましょう、あぶ、あ出た、こっからも出るんだねこれね、あすげえ、おいは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 い、あ、建築できた。ねこれ、これって何？おおすげえ！え、ちょっと待って、え、なんか今すごいの来なかった今、え、え、何今の？え、お、しかも見てブロックできるほら、これブロックしてるよねほら、縦にしてる、え、何これすげえ、おお、あ、これジャンプしながらバチコーンってやるとほら、なんか壊せるわ。え、すげえ、おっと落ちちまったぜ。え、これでもすごくないこれ？え、だから、はいはいはい、あ、え、でもなんか建築物にダメージ入ってるこれ。あ、なんか一発目しか入んないよほら、え、なんかねこれがなんかクリエイティブに追加されるらしくて、でもしかしたら今日のアップデートとかでもこれ追加されるかもしれないんで、ね、これ普通に追加されたら結構いろんなことに使えそうだからね、なんかなんだろう、フォートナイトって1個しかないからさ、なんかちょっと楽しみづらいじゃんっていうか、その何なんかワンパターンじゃん剣って、だからこういうの追加されると僕結構いいと思ってるんだけど、え、これ追加されてほしいな、はい、これ何？これダメージ数一緒なのかな？いきますよ、じゃあこれで、あ、これだと14回言うて、でも14入って普通に殴るとはい10、しかも一発目だけね、うん一発目だけだからね、え、すごいなこれ本当に、ダーンって、おお、なんか今ジャンプしなかった、なんか、あ、あすごいこれ、あのドーンってやる瞬間に飛ぶとなんかジャンプするわ、うん、すげえ。ということでこの剣をですね自分の島に持っていく方法もあって、まずはこの高いところに切って、なんだろう、このね確かバリアが多分あるんで、あーバリアギリギリまでこうやって建築をしますと、でこのギリギリのところに車を置きますと、ちょっと僕はこれどうなってんだこれ、ちょっと分かんない分かんない、まあ、とりあえずここに適当に車をギリギリのところにほいと、あこうやって置きますと、でこのねハブ、クリエイティブハブに戻るところになんか椅子を置くらしいんですよね、ねここにあるこれかな、これを使ってました小技さんは、でこれをまあなんかここら辺に置きます、まあなんかここに近ければ手が届けばどこでもいいですここら辺で、でこのなんか小道具プロセッサーを使ってこのねフェーズっていうのこれフェーズをオンにした状態で裂け目に重なりながらこれに変身すると、でそしたらちょっとここら辺にスポーンパッドをまあ置いといて、これでゲームをスタートしますと、はい、これでゲームをスタートしたらここから始まりまして、でこれでこれちょっと体を出した状態でゲームをこうやって終了するんですよね、でこうしたら島に戻って、これでなんかこの状態でジャンプしながら乗ると
なんかバリアの外でも、あ、できたできたできた。あ、そうだ、こうすればいいんだ。これでできるから、これで島まで行って、島でなんかちょっとコピーして頑張ってなんか持ってきてねっていう感じか。あ、待って、あ、大丈夫か、びっくりした。あれ待って、あ、スマホ消えた。これなんかね、遅すぎるとスマホが消えるらしいんで、なんかこれ結構スピード大事みたいですね。そうだ、僕ちょっと言い忘れてたんですけど、これやる前にまずこの島でですね、ピンを刺しておかないと、このマップの場所がどこだか分かんないわけですよ。ね、とりあえず今回ピンを刺して今のをやんないと場所分かんないんで、皆さんちゃんとしっかりとピンを刺しておくようにしておいてください。で、まあ、あとはね、普通に島まで行って、例えばこれがね、まあ、自販機だとしたら、これをね、インベントリーのところに、これ数字キーとかこうやって長押しすると、ほら、自分が設定するね、こういうボタンとか長押しするとこうやって、インベントリー入れれるんで、このスマホの。これで持ってきて、ペッてやって使うと、まあ、一応使えるので、ちょっとこれはね、まあ、正直グレーなんで、自己責任でお願いしたいんですけど、一応できるよっていうのをちょっと参考程度に、紹介しました。小畑さんがちょっと紹介してたんで、僕も紹介しときましたということでね。皆さん小畑さんのチャンネルも概要欄に貼ってあるので、ぜひね、小畑さんのチャンネルも見ていってください。そしてね、皆さん今日僕ね、アップデート待ち配信、多分アップデートがあるはずなので、多分やると思うんでね、皆さんチャンネル登録と高評価、そしてね、通知をオンにして、その配信の方もね、見に来てください。ということで、今回はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。では、バイバイ。ということで、ちょ、尺稼ぎ程度に、ちょっと、あるんですけど、ガモーラカップっていうのが、なんか、来るらしいっすね。なんか、さっき動画編集してたら、なんか、たまたまあって、これが8月11日ってことは、明日やん。ほら、明日やん。これ、デュオの大会らしくてですね、一応なんか、フォートナイトの公式の方でも、なんか、ちょっと告知っていうか、そういうのもされていて、これですね。これ、ザーザー応答して、誰か聞こえ、助け、エイリアンが襲撃、ザーっていう、なんか、緊急、救難信号を受信、なんか、新宇宙のどこかでっていう、絶対読む順番間違えたんですけど、まあ、こんな感じでね、なんか、来るらしいです。で、まあ、このガモーラカップって、これ、マーベルのキャラなんだね。うん、これがなんか、また来るらしいですね。いいっすね、マーベル結構コラボ多くて。なんか日本のこういうのとかも結構コラボしてくれるところとかが出てくれば、なんか僕結構おもろいなと思うんですけど。ね、ということで、多分、まあ、このスキンがまだ、フォートナイトのゲーム内におそらく追加されてないんで、多分ね、今日アップデートあると思うんで、めちゃめちゃ何回も言うんですけど、今日僕アップデート待ち配信するんで、本当に来てほしい気持ち伝わります？もう3回も言えば伝わりましたよね。はい、ということで、アップデート待ち配信、今日見るのはゼルフィーノだということでね、今回はね、ちょっとこんな感じで終わります。ちょっと、今朝の5時41分で僕なんか寝れなくて寝てないんで、ちょっと頭働いてないんですけど、とりあえずチャンネル登録と通知をオンにしておいてください。まあ高評価も一応押しておいてほしいんですけど、まあ、とりあえず通知をオンにしていただければもう何でもいいんで、以上です。バイバイ。